この番組では破門を経験しつつもなお現役である三遊亭原翔と吉原馬着の型破りな2人が、これからの人生は失敗しないよう建設的で前向きとなれるようなおしゃべりをいたします。はい、三遊亭原翔です。吉原馬着です。なんかよく本番前に験担ぎとかってあるじゃない。ああ、はい。なんか人って手のひらに書いて飲むとか、まあベタですけどありますね。はい。で、なんかあなたとかそういうのするんですか？なんか僕ですか？はい。験担ぎ？おう。験担ぎ？例えばこう、旅は最後に履くとか。ああ、なるほど。その順番を崩されたらもうすごい、その後全てがおかしくなるみたいのはないですか？全てがおかしくなるってことはないですね、さすがに。イチロー選手とか結構細かくルーティンが決まってるって、こう淡々とこう、うん、やること決まってるって、朝毎日カレー食うとか。なんか演技担ぎって、はいはい、僕は全くないんですよ。アリさんもないですか？本番前にやたら鼻を噛んでるっていうのは、あれは演技担ぎじゃないですか？いや、あれはお医者さんに行って相談もしたんですよ、僕は。あ、でもやっぱり根本的な対策がないっていうことですね。これはね、レーザー治療を受けるほどではないねんて、俺のは。あ、そうなの？そうなんですよ。いや、僕なんかなんていうの、そばで兄さんの様子見てて、もうなんか鼻ちぎれるぐらい鼻噛んでるから、もうなんか、もう治療した方がいいんじゃねえかなって正直素人ながら思っちゃうんですけどね、そこまでは知らないですか？必要じゃないねんって。だからね、だいぶね、精神的なもんなんやと思うねんな。おー、もうそう、ある時からそう思ってしまってるという。ここねりでの兄さんの落語会も必ず途中休憩があって、うん、はい、その時音楽が鳴りますけど、音楽にはもう書き消されないほどの大きな、はい、鼻を噛む音がです。僕はもう、あなたに言われるまで音楽の方が勝ってると思ってます。あ、そうですか。それとも、僕も演技担ぎじゃないですけど、うん、ルーティンだったらありますよ。必要なこととしてやってることっていうのは、まあそんな貯める必要もないけど、僕はあんまり表情豊かな方じゃないんですよ、喋ってて。で、自分でビデオ見ても思うんですけど、だから表情出るように顔をほぐして高座には上がるようにしてますよ。それや、今やってごらん。怖っ怖っやれっつうから。今自分がその顔をして、俺が驚いた顔、俺の顔も同じような顔してたもんな、ちょっと今。別になんてことはないですよ。全体を、いやいや、まあ、引き流しているっていう感じですよ。それはでもよく、まあ、モノマネ芸人さんとかはね、はい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 、なんかあるじゃない、顔を、筋肉を使うからとかね。そうですね、普段使わない表情筋を使わないといけない場面が多分あると思うんで、柔軟体操みたいなね。うん、ですね、ですね、うん、もんやから、それなら結構やってる人いるんじゃない？ちょっとこう体こうやったりとかね。演劇の楽屋、俺は演劇も出るから、演劇の楽屋って、うん、まあ始まる前とかもう30分ぐらいかけてみんな、うん、アップっていうのをやるのよ。要はまあストレッチなんだけど、その長いストレッチない。いろんな、なんかいろいろやんねん。いろいろ、もう全部、こう、なんか全部やんのよ。すべて。へー、うん。ほんで、発声ね。わーあーとか。はいはいはい。うん、こういうの30分らかでね、やる。で、やってない人はほぼ見たことないや。大体みんなやってる。それは、舞台に出た時の兄さんもやるんですか？で、それで俺が、昔、それをやってなかって、うん。なんでやらないんですかって聞かれたから、うん。いや、その、よう分からへんし、30分そうずっとやってるのがね。うん。うん、だから、まあ、いや、別に僕はなんかやらんでもいいと思うんでって言ったら、やった方がいいですよって言って、うん、やり方を全部、こうやりなさいと。で、30分ぐらいやんのよな。アップを30分完璧にやって、舞台に出た俺は、アップで疲れて、本番グダグダっていう。極力ですけど、はい、
人と喋るようにはしてます。それは舞台で。舞台で演劇でも落語でもね、うん。ただ演劇の場合、今言ったようにみんなこう、アップしてるから、うん、あんまり喋ることないから、うんうん、演劇の本番前に、暇そうなスタッフに話しかける。スタッフさんって逆にも本番直前にアップなんかせえへんからな、スタッフさんは。いや、まあそうでしょうね。うんうん、音響さんとかも こんなんしてないやん、絶対。本番前に。喋ることでの、まあ、それが自分の発声練習とかにもなるし。ああ、なるほど。あとは、今から舞台に出るということが、うん、特別なことじゃないぞと。ああ、なるほどね。うん、うん、いう感じになるわけ。直前まで喋ってると誰かとね。喋らんと明かりがついて本番出てセリフとか言ったら、うん、なんか特別感があるんですよ。ああなるほどね。ああそれはちょっとためになるかもしれない。うん、なんか変な緊張するからそれやると。だからもう楽屋から始まってるようなもんだよ、自分の中で。みんな多分だあれでしょ、俺が単なるおしゃべりおじさんでうるせえなと話しかけないでねと思ってるかもしれないけどね、違うんですよ。これは私なりのアップを実はしてたんですよ。みんな付き合わせてごめんね。あ、そういうことですよね。あと今もう一個ね、うん、思い出したけど、はいはいはい、例えば、まあ、地方とか、うん、行って初めて行く場所、結構直前まで外出するね、俺。こないだそうでしたね、そりゃ。もう、こないだって何でしたっけ？宮崎一緒に巡業したとき、本番10分ぐらい前になっても、帰ってこないなと思って。特に印象的なのはあれですね。体感を借りてやった公演があるじゃないですか。はぁ、あ、はぁ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 。あの時、はいはいはい、ね、ついたてで楽屋作りましたけど、愛さんなかなか帰ってこねえなって心配してたんですよ、あの時。おぉ、はいはいはい。うん、あれ何してたんですか？いや、旅行ですよ、旅行。なんかありました？会館周辺。あそこが駅やから。そうですね。クソ生意気な、高校生のカップルとか行ってさ。おう。そんな、ま、16ぐらいで何を突き落とんねんみたいな、いや、別にいいじゃないですか。クソ生意気な、もう俺の高校の時なんかもう男子校やし、学校は山の上にあったし、もう、いいこと一つもなかったとか、刺激がなんかないかなと思って、初めての場所やからね。なるほどね。うん、それが。まあやっぱりちょっと見るよね、うん、その辺をね。アニさんの場合は、そのね、うん、ドキュメンタリー落語だから、体験したことをそのまま落語帳で語るってことだから。なんかできるだけね、だから今のまあカップルの話とかも、あの時は別にしてないけど、うん、なんかあのカップルがちょっと俺に話しかけてきたりとか、なんかあったら、まあそれもネタになるからね。うん、まあね、そういうことですね。はい、なるほど。はい。じゃあまとめましょうか。験担ぎ、うん、それからルーティーン、うん、小旅行気分の高揚につながり、そしてそれがお客様の気分の高揚にもつながれば、犯罪以外は何をしてもいいじゃないか。でもこう一緒に共演するものとしてはちょっと、はい、適度なところで帰ってきてもらわないと、まあ事件はないんだけど、なんか事故に巻き込まれたのかなってちょっと心配にはなりますね。普通にね、心配するってことね。そう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 、だからちょっと連絡は欲しいなと思いましたね。あ、何分に戻りますとかね。そうですね、いやちょっと10分前でいなかったらちょっとドキドキしますね、帰って共演者。ああ、まあ確かにね。はい、まあ、確かに事件に巻き込まれたかもしれないからな、急にね。そう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 、それは思ってて、今あれですね、言語化することできましたね。はい、まあ楽屋の過ごし方は意外と人それぞれですかね、下締めっていうんですか、帯の下につける紐みたいなのにお守りをつけてる人がいたりだとか、本当、あとベタだけど本当本番始まる前にね、人って書いてね、3回書いてこう、うん、飲み込むみたいな、あれなんか慣れてる人がやってるとなんか美味しそうに見えますよね、なんか味わいがあるんですよね、なんか、うん、うまそうに人食ったなって思って、やってる時やっぱ話しかけられたらめっちゃ腹立つんやん。ああ、でしょうね。どんな味なんですか？どんな味するんですか？とか聞いたらもう。どうもありがとうございました。ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひともチャンネル登録といいねお願いします。僕たちの落語会も見に来てくださいね。概要欄から最新情報をチェックしてね。次週は
馬借チャンネルでお届けします。